皆さんこんにちはオプショントレード普及協会の森屋ですえ今回はですねえ日経 VI えこちらとオプションを絡める戦略えオプション取引するときにですね日経平均 VI をうまく利用して戦いましょうとこういうわけなんですねえですからまあオプション投資家の皆さんにもぜ,ぜひですね、えー、やり方をまあ、マスターしていただきたいですし、えー、この日経平均 VI っていうのが非常に使い道があるんだということを知っていただきたいと思います はいえー、日経 VI を、えー、用いてオプションのエントリータイミングを探るということでやっていきましょうさて、えー、日経平均 VI、えー、これと日経225先物の,の関係を示した、えー、チャートになります、えー、ご覧いただいているのは日経225先物の,の2018年の動きなんですが、えーまあ、天井からドッカンドカンと下がったのが何回かありましてそして、えー、大底を打って上昇しているという場面が何回かあります。えー、こちらとですね日経 平均 VI をこう見比べてみますと面白いことがわかります、えー、相場がですね崩れるときっていうのは日経平均 VI はドッカンと上がります、えー、15ぐらいの水準から一気に30とか40とかそういった場面に吹き上がることも、えー、見て取れますねあるいは相場が、えー、まあ上昇に転じる場面というのはですね実はその前に 相場が崩れてるわけですがが相場が崩れててそれがどっかで上昇のまあいわばリスクオンされるタイミングっていうのをこの日経平均 VI を見てれば分かるんじゃないかっていうのがえこの赤いラインを上から下に割ったところや赤いラインを越えられなかったところこのようにですねえ高いレンジの動きが崩れた時えリスクオンのタイミング。 あるいはレンジをこう下から上に今回でいうと20を下から上にぶち破って上に抜けてもすぐに20に戻しては20以下に割り込めばそれはまたリスクオン継続ないしはそこでロングポジションを持つとかあるいは20なら20というラインを超えることなくそのまま日経平均分野が下がるようなことであればこれはリスクはまだ取ってもいいんだレンジを越えられなければおしめあがいのチャンスということでこんなふうにですね 日経金 VI を用いてこの時にマッチしたオプション戦略を考えたらどうかとそういう回なんですね。ということでですね今回戦略のその1ということでオプションを買うということをまず個人投資家の皆さんはます個人投資家の皆まず買いから入った方がいいわけなんですがこの買うタイミングなんですけどもできるだけ まあ買うものは安い方がいいわけで月末月初というふうにある程度ですね満期が近づいてきてオプション価格が安くなっている場面ともう一つ先ほど見た日経均 VI が低水準の時これは言い方を変えればオプション価格が相対的に安い時なのでこの安い時にオプションを仕込むということです。また先ほどの日経均 VI 見た時にですねえまあ15ぐらいの水準から日経均が崩れるとドンとこう上がるっていう場面を何回か見ましたよね。 そのようにですね日経平均 VI が低い時に日経平均がどんと下がって日経平均 VI がボーンと跳ね上がる冒頭する性質をうまく利用しようということで今回は「月末月初日経 VI20 以下プットオプション外」ということを考えてみたいと思います。するププットオプションとということで プットオプションを買っててですね大きな利益となった事例ということで先ほどみたいに2018年2月の頭の暴落時の様子ですねその2月の1月から2月にかけてのチャートを拡大しておりますが2万4,000円ぐらいから一気に2万1,000円まで下がったこういう場面でした。 このようにですね大暴落しますと日経平均 VI がドッカンと上がるわけなんですが日経平均 VI がドッカンと上がるということはオプション価格も上がるというふうに考えても、えー、単純に言えばそういうふうに言えるわけで実際2018年の2月の5日から6日にかけての暴落のタイミングですねこの時に利益どれぐらい出たのかということをちょっと見ていきたいと思います。えー、日経金が大きく下落して 利益が出るのははこれはプットオプションを買っておけばいいわけなんですがこのプットオプションをどのプットオプションを買うかなんですけどもご覧頂い,いてこれ左側のこの表はですね日経225、えー、オプションのですね価格表ですプットの価格表なんですが、まあ、今の水準2万3330に近いところを買うということになると例えばプットの2万3250これを買うことになりましょうし、えー、ただそうなるとですねこれ165と見えますが えー、16万5千円のまあちょっと遠くてですね2万3,000円ぐらいのプットオプションを買うというふうに考えた場合はこれは90円ということなんでまあ9万円の投資になります。また下の方に目を移しますと例えば、えーまあ、2万2125ですと10円と書いてあります。こ、えー、これは1枚あたり1万円とということなんです,、ね、ですからまあ2万円ぐらい投資すると考えた場合には2枚買っておれば2万円ということです。えー となるともっと下見るとですね、21,875ですとこれ4円というふうについてます。ですから5枚ほど買えます。2万円投資するって考えれば5枚買えますし、もっと下21,000円ぐらいだとこれ1円って書いてますから、まあ1円で買うことができていれば20枚ほど買えてることになります。このようにプットオプションというのは、まあ買いで入った場合にはその最初に支払ったお金以上に損することはありません。また安いものであればそれこそ1円から買えるわけで。 少、えー、額の資金からも始められます。ある程度自分のまあ言わば失ってもいいお金で、それをまあ損失はそれで限られているということですから、多少の、えー、相場の変動があったとしても気にしないというそんなふうに、えー、戦うことができます。はい、えー、実際ですね、相場はまあ先ほどチャート見たように崩れました。えー、2000円以上下げたわけなんですけれども、えー、一番 その時のミニの水準に近かったプット23,250はどのようになったのか最終的に SQ の、えー、満期でのね、えー、満期での、えー、まあ SQ 損益というのを見てみますとこのプットオプション自体は2060円の値段がついたということになってますしたがって利益を見れば189万5千円の利益だったことになります、えー、1個外の23,125のプットオプション、えー、これであれば ちょっとアウト側外,外側なので125円の支払いになってますねしたがって、えー、利益もちょっと少ない181万円の利益プット2万3000円ならどうかと言いますともともと90円だったちょっとさらに外なので、えー、利益はもう少し少なくて172万円の利益さて面白いのはですねこのプット2万2125だいぶ遠いところだったんですが、えー、10円で2枚買ってましたから 一枚でなくて二枚だったのがこれは聞いてますね。全体の利益として百八十五万円。二万円で買ったものがなんと百八十五万円にもなったというそういったことです。その外のプット二万一千八百七十号はどうかというと四円で買ってたものこれ五枚も買ってますからなんと三百四万五千円の利益になった可能性があるわけなんです。 ただその外のプット2万1,000円これを 1, 枚でえ1円で20枚買ってた場合これは残念ながらそこまで到達しなかったのでこのプットオプションは無価値になってしまいましたただこのプット2万1,000円がどういうふうな動きをしてたかっていうのは次のちょっとシートを見ていただきたいんですがえこの相当アウト・オブ・ザ・マネーこのプット2万1,000円なんですけれどもこれわずか1円だったんですがなんと2月6日の時点ではこの わずか一円だったプットオプションが二百円になっています。二十枚も買ってましたから、この時は三百九十八万円のいわば含み益が出ていました。まあこの二月六日の時点で。 この398万でパッとい、まあ、わば、えー、利益を確定することが、まあ、できればこの利益は確定だったんですがなんとその後ですね相場は、えー、それ以上は下がらなかった、まあ、あまり下がらなかったそして最終的には2万1000円を割ることはなかったのでこのプットオプションは無価値になったわけで最終的には先ほどみたいにマイナス2万円の,、えー、万円の損失ということなんですけども実は途中では200倍になった場面があった。 まあこの時にそのここでリーグイーすくことはまあほぼ不可能に近いとは思いますがまあ実際それが半額になった翌日2月7日にえーリーグイーをするとかそういったことは可能だったかもしれませんただまあずか1円で買ったものですから翌日にですねえまあ12万円の利益で出たところでえーリーグイーをした方もいるでしょうなかなかこの辺はリーグイー戦2力で難しいとことは思いますがえこのようにえプットオプションは大化けすることがあるということでえ非常に面白い戦い方ができるんじゃないか。 えー、そのふううに思うわけなんですはい、えー、今、ですね天井から、まあ、大きく下落するところをです、ねえー、相当安いプットオプションを買ってやってみたらどうかというお話をしましたが、えー、逆にですね、まあ、相場が崩れた後そこを打ってそこから相場がこう上がっていくそういった場面でですね、まあ、上昇に強いポジションを持ったらどうかという話なんです。えー、ただですね大底を打って まあ相場結構荒れ荒れましたから怖いわけなんです。えー、その時にですね、えー、先物でロングするっていうのはなかなか怖いっていうオプション、まあいわば個人投資家の方もいらっしゃると思いますので、えー、今回はですね、えー、上昇を狙うときにコールオプションを買ってみよう、えー、こういうことをご紹介したいと思います。ただ先ほど見たように闇雲に買うではなくてですね、相場がそこを打ったのを確認して。 そしてリスクオンするタイミング、先ほど見たように、えー、日経平均 V.I. を利用します。日経平均 V.I. が、えー、荒れていたときに二重を割り込んだタイミングでコールを買うんです。えー、そのコールを買って、そして、えー、上昇していけばそのコールが利益になる。で、こういう戦い方を見ていきましょう。はい、えー、こちら日経25先物の,のチャートですが、えー、2月の頭にですね、どんどん下げて。 そして2月月かから3月にかけてて、ね、相場がこう大荒れしてしいまた。そしてその大荒れしてる時もです、ね、例えば2月の頭に底を打って上がっていくと思って、えー、上昇に転じましたがまた3月に入って下げてで3月の頭で下げ止まったと思ったけれどまた3月の下旬にかけて下げてということで、えー、4月の前3月の下旬に下げ止まってそこから上がっていったわけなんですが、えー、まあその4月にかけて まあ買いで入れるかどうかこのチャートからだけではなかなか分からないんですね。また下げるかもししれないしところがここに日経平均 VI をえこう絡めてみますとこういうことが分かります。今ご覧頂い,いて分かるように2月の下げで確かに日経平均 VI はドンと上げました上げましたで先ほど言ったようにえ相場が荒れてる時っているるっうのは割こところがこれが4月の中旬にようやく20を割り込んだわけです。 つまりこのタイミングがリスクオンのタイミングと見ていいんじゃないかというわけなんですね。したがってリスクオンのタイミングですからここで買えばいいんですがさすがに2月の中旬や3月、えー、そして3月の下旬と上がると思ったらまた下がる場面を見てますからここでまあ果敢にでかいロングポジションを持つというのはなかなか勇気がいります。そこで個人投資家としてはこのタイミングで損失限定のコールオプションを買うとこういうことを考えるわけなんですね。 はい、えー、この日経平均 VI が20をポコッと割り込んだのが2018年の4月13日だったんですがこの時日経2 5ミニの値は2万1810円でしたしたがってこの2万1810円に近いコール2万1875という、えー、こういうですねオプションを見ていきたいんですがこのオプションは実はですねこの表を見ていただいて価格表を見ても分かるようになんと350円もします350円円これ35万円です。 うまくいかなければ35万円損してうまくいけば、まあ、変なし上昇すごい上昇すれば、えー、利益は無限大と言えるわけなんですが、まあ、果たしてですねこの35万円を失ってもいいという、まあ、個人投資家なかなかいないでしょうし、えー、仮にそういう人がいたとしてもですね、えー、利益が無限大だとと思思う人はなななかかいないと思いますやはりある程度のところで、まあ、利益はそこまで満期もありますからいかないだろうというふうに考えられるわけなんですね。た、まあ、たまたま このポジションを持った場合裸で持っったた場場合合裸ででてはすね最終的に満期では、えー、約40万円弱の利益39万6,000円の利益にはなってるんですがこれはさすがに、まあ、失敗すれば35万円の損失ということで若干ですねやはりリスク高めの、まあ、取引になってしまいます。そこで個人投資家の皆さんこの35万円をですねもうちょっと、えーまあ、費用を抑えるコストを下げるということができます。 確かに上昇するしかしながら無限に上昇することは、えー、2万2500円ぐらいまではいくだろうとこういううに考えた時に実際先ほど2万1 8 7 5を買うには350円つまり35万円必要でしたが、えー、自分の投下資金としてはまあ10万円ぐらいまでだというふうに考える人が結構いるんじゃないかと思いますのでこの10万円を例に考えてみますと今度はですね、まあ、2万1 8 7 5を買う代わりに。 22,250あたりを買いますそして22,500円までいくだろうというわけですから22,500円より上に行った部分はこれはもう諦める。ということで22,500のコールを売ってあげるんですね今度はつまり手前のコール今いるところの21,810に近い方のコールを買ってそこよりも遠い方のコールを売ることで実際に払うお金そして受け取りのお金があるのでコストを下げることができます。 実際22,250のコールは175円の支払いなんですけれども22,500を売ることで実際は65円の支払いになりますこの65円の支払いが最大損失です失敗しても65円6万5千円の損失で済みます一方満期で一番最大で受け取れるのはいくらかというとこの権利行使価格である22,500と22,500の差額である250円 ええ、二十五万円が最大の受け取りになります。支払った金額が六十五円、六万五千円でしたので、利益はと言いますと二百五十円から六十五円を引いて百八十五円、ええ、十八万五千円が最大利益です。相場が予想通り二万二千五百円を超えてくれば、二万まあぴったり二万二千五百で終わるのが一番いいんですが、二万二千五百円より上に行く二万二千五百円を超えてくれば、この今見た十八万五千円が最大利益になる。 そのことを示すのがこのこちらのポジション損益図になります。え縦軸がこれはポジションの損益、横軸がこれが日経平均の水水準です。したがってこれは二万二千五百を超えてくれば、えー、最大利益。えー、この青い直線のグラフですね。えー、右側の方にありますが二十、えー、万円をちょっと割るところに一定のラインがありますがこれがえ最大利益です。最大損失は最初に支払った六十五円。えー、うまくいけば十八万五千円。 失敗しても6万5千円というそういう戦い方ができるポジションなんですね。はいえー、と今見ました、えー、コールをですね買ってその外を売るというこれはコールデビットスプレッドという名前がついています。えー、このココーールルデビッットスプレッドはでですね、えー、まあコールを単体で買う 場合にはすごくお金がいるけれどもその外のコールを売ることでコストを下げることができます今回あのしら見た事例というのはわずか6万5千円で最大利益は18万5千円が取れるようなそういったポジションでしたこのポジションのメリットとしてはやはり損失が限定できていることそして今申し上げたように損傷利大であることこれをうまく利用すればですね相場の上げ下げに翻弄されることなくリスクオンのタイミングで上昇していけばその上昇の利益をもらえると そういうういい戦方がでできるポジションだったわけなんですこのようにです、ね、ちょっとだけ複雑なポジションではあるけれどもこのようにですね日経平均 VI を見てタイミングを測りながらオプションを使って戦うこういう戦い方ができれば勝率も上がってきて最終的にはお金が残るようなそういう戦い方ができるんではないでしょうか。ぜひですね日経平均 VI を見ながらオプショントレードを勉強していただきたいいと思いますそれでは以上にしたいと思います。 さて、今回の取引事例はいかがだったでしょうかオプション取引の具体的なイメージが浮かびましたでしょうかもっとたくさんの事例が欲しいという声にお答えしてオプショントレード普及協会ではメルマガを発行していますメルマガでは、この動画シリーズでは語り尽くせなかった数々の事例やっちゃいけない失敗事例取引にまつわる投資あるあるなど バリエーション豊富な事例を紹介しています。検索キーワードはオプショントレードドットコムです。今すぐ検索してメルマガ登録してください。お待ちしています。